いらっしゃいませ。大地くんもついでにいらっしゃい。いらっしゃい。やっと月を払いに来たの？あらあら、物騒な話ね。大地くん、明日は遅番だから忘れないでね。じゃあ、明日のアルバイトは？本当にアメリカに行っちゃうの？なになに、なに？大地くん辞めちゃうの？わかった。じゃあ頼んだわよ。よろしくね。いらっしゃい。今日からよろしくね。
従業員用の入り口はお店の裏なの。覚えておいて。こら！お母さんに見とれてないの？何よ、デレッとしちゃって。ほらほら、アルバイト掃除しなさい。さとみちゃん、まずは着替えてきてもらってからよ。はーい、こっちに来て。ここが事務室であり、女の子のロッカールームよ。入るときはノックしてよね。今は他の女の子がいないからいいけど。女の子が着替えているのよ、当たり前でしょ。男用のロッカールームは廊下の先、物置になってるからね。はい、これが物置の鍵よ。文句言わないの。喫茶ほのかの従業員で男は滅多にいないんだから。大地くんはきちんと物置で着替えてたわよ。あなたみたいに文句なんか言わなかったわ。いちいちうるさい人ね。とにかく出勤したらここでタイムカードを押すのよ。返事ははいでしょ。あなたのタイムカードはこれよ。タイムカードは一つのお店に一つだけなのよ。そんなことも知らないの？男の人は素直なのが一番よ。何よ、私が素直じゃないっていうの？あらあら、仲がいいわね。お母さん。さとみちゃん、説明は終わった？着替える場所とタイムカードの説明は終わったところよ。あとは私が説明するわね。お店をお願い。さとみと仲がいいのよね。あの子をよろしくね。キッチンとウェイターのお仕事をお願いするわ。初日から肩に力が入りすぎてる。料理は得意？残念？面白いことを言うのね。じゃあ、キッチンを見てもらうわね。おはようございます。かすりちゃん、仕込みは終わった？冷蔵庫に入れておきました。紹介するまでもないわね。この子は小田かすりちゃん。こんにちは。かすりちゃん、お店でさとみが掃除をしているの。ここはいいからお店でお掃除をお願いね。はい、店長。
少しずつ覚えてね。あとは店長、時間です。あら、いけない、お店に行きましょう。ではミーティングを始めます。覚えてね。おはようございます。おはようございます。ほら、言うの。いらっしゃいませ。少々お待ちください。お待たせいたしました。ありがとうございました。今日は午前中に駅の向こうのスーパーで特売があります。お昼に帰りのお客が来ると予想されます。お昼と午後はいつもより気合を入れていきましょう。毎日心機一転頑張りましょう。今日も声を出していきましょう。さあ、始めます。さっきの続きをするからキッチンに来てね。ほら、お客さんが来たわ。お店はあの子たちに任せて、午前中は一緒に作りましょう。いらっしゃいませ。お二人様ですか？ご案内します。スクランブルエッグを4つ作って、卵も4つ、柔らかめにね。疲れた？お客が落ち着いてきたから軽くお昼にしましょうか。お昼といっても接客の合間に15分ほどよ。ねえ、お客が多いと嬉しいんだけど、代わりに休憩もできなくなるし。任せておけないわ。一緒に休みましょう。スクランブルエッグ食べましょうか。それとサンドイッチを。じゃあ作って。はい、卵を2つ。私はサンドイッチを作るから。動きはいいのよね。でも甘いわ。
いつまでも二人っきりにさせていると思ったら大間違いよ。あらあら、いい？腰の入り方が甘いの。体が硬くて直線的になってるわ。バネを引かせて重心を移動させるの。喫茶店経営は伊達じゃないのよ。料理だってできるし、お掃除洗濯だって得意なんだから。とにかく料理の基本がなってないわ。お店の周辺で何が起きているかをキャッチするのも経営の一つなのよ。常にアンテナを張り巡らせて情報を収集しておくこと、いいわね。ついでに言うと、フライパンに油を引きすぎてるわ。ちょんちょんちょんと小さく落とすの。ほら、話している間にも焦げちゃうわよ。お塩を一振りしてこうよ。スクランブルエッグの周りにお塩が数粒つくのがいいの。スクランブルエッグはこのお皿にのせてね。洗うの面倒だから一つのお皿に盛っちゃって。私も食べるからね。さとみちゃん、なに頑張ってね。残念そうね。